皆さんこんにちは、三浦 TV です。妖怪ウォッチ新内、ついさっきですね、青鬼をゲットしたんで、これで赤鬼と青鬼が揃ったんですよ。で、残りは黒鬼なんだけど、黒鬼がね、なかなか仲間になってくんないんだ。だいたいね、40分ぐらい戦っているんですけど、まあ仲間になってくんなかったんで、ちょっとね、僕も飽きちゃって、一旦やめて他のことやってたんですけど、もうね、ちょっと今回は黒鬼、仲間にしていきたいなと思います。で、赤と青鬼がいるんで、今回黒鬼と戦うときはね、赤と青鬼をちょっと仲間に、仲間にっていうかメンバーにちょっと入れていこうかな。この青鬼。もともと山吹鬼が3体いるんだけど、1体外そう。赤鬼。よし、じゃあ、このね、この豪傑のメンバーで。あ、花坂 G はちょっといらないかな。花坂 G はいらないんで、レベルが高い。そうだな、さっきの、武士ニャン入れとこう。あ、いや、山吹鬼、やっぱ、山吹鬼で行くか。このね、一応、そう、仲間にしやすくなるように、ズキュキュンタを入れてあるんだけど、それ以外はみんな鬼っていうね。山吹鬼3体、赤鬼と青鬼。よし、じゃあこのメンバーで。じゃあ行こう。じゃあまずは、ちょっとセーブして。まあ、赤鬼と青鬼もね、戦ってからだいたい30分から40分ぐらいで、まあ仲間になってくれているんで、まあ黒鬼もあともう少しで仲間になってくれるんじゃないかなって確率的に思うんだけどね。ちょっと早くこの金ピカ都市港の先行きたいんだよな。じゃあ戦うか。そうそう、さっきね、青鬼をゲットして、やっぱ赤鬼よりも青鬼の方が強いのかなと思ったんだけど、そんなことはないんだよね。だけどさすがにこの黒鬼に関してはやっぱ他の鬼たちよりも強いのかな。いきなりすげえダメージ入った。早送りで。赤鬼と青鬼を入れるために花坂 G をね、ちょっと外してしまったんで、ちょっとまずい。あ、ちょっと待って。あ、ズキキュンタ一発弱すぎる。ちょっと俺が全然、あんまズキキュンタのレベルをあんま上げてないのが悪かったんだけど、まあちょっとまずいな。あー、結構ダメージ入る。あ、さすらい玉が来たぞ。陽気ゲージか。じゃあちょっと技使うか。あー、ちょっと待って、それ来るか、いきなり。うわー、来たー、間に合わなかった。うわー、くそー。青鬼頑張ってくれ。弱くはないと思うんだけど、まだレベルが80ぐらいだから。うわー、うわー、もうやだ。あー、全然ダメージ入らない。あー、くそ。ね、使いたくなかったんだけど、深い漢方で山吹鬼、やっぱ山吹鬼の方が強いや。おし、倒した。どうじゃどうじゃ。あー、ダメかー。じゃあちょっとリセットマラソンしよう。さて、じゃあもう一回
メンバーはさっきと全く一緒。赤鬼と青鬼をちょっと使ってみた感想なんだけど、弱くはないんだけど、山吹鬼に比べるとやっぱちょっと見劣りする感じがする。まあレベルがちょっと違うんだけどね。山吹鬼がレベル99で、あーいきなり、ちょっと待って、じゃあズキキュンタに犠牲になってもらおう。早いって、もう、うわー、くそー、かわいそう。あ、ちょっと待ってよ、ズキキュンタいないとちょっとまずくないか。モテモテのスキルをね、彼は持っているんで。あ、くそ、そうか、まずいな。結局深い漢方使っちゃった。あー、くそ、結構ダメージ入るね。結構ダメージ入ってる。半分、うん、半分いってる。じゃあちょっとたまには赤鬼もちょっと使ってみるか。よし、間に合え、間に合う、間に合わないか。よし、あー、くそ、あんまダメージ入らなかった。いやー、一番やられてほしくない方いった。うわ、くそ、うわー、やられた。さあ、もうそろそろ仲間になってもいいんじゃないかな。あー、ダメか。ようやく仲間になってくれた。だいたいね、2時間半ぐらい戦ってようやく仲間になってくれたかな。これまで多くの強者と戦ってきたが、お前ほど骨のあるやつはおらんかった。わしはお前と共に行くことにするぞ。戦場に出るときは力となろう。よかった、仲間になってくれて。これで赤鬼、青鬼、黒鬼、まあ山吹鬼もいるんでね、まあ全部の鬼コンプリートした感じ。ですね、ちなみに赤鬼に関しては30分ぐらいで仲間になってくれて、青鬼の場合はね1時間ぐらいかかってで、今回の黒鬼はそう2時間から2時間半の間ぐらい、結構時間かかっちゃった本当に。さあちょっとね、じゃあ召喚やってみようかな。せっかくなんでね、召喚黒鬼。よかった、本当に。もうね、一生仲間にならないのかなと思っちゃったんだけど、途中で召喚の構え、豪傑召喚であります。なるほど、強そう、確かに。あと一応赤鬼と青鬼のね、召喚も一応やっていこうかな。おっと、召喚の構え、これが豪傑のやつなんだね。豪傑召喚であります。赤鬼、赤鬼、これが赤鬼か。なるほどね。なんかみんな声が一緒のような気がするけど、気のせいかな。青鬼、あ、俺ねこれが一番好きかな。 Z メダル一番かっこいいような気がするんだけど。おっと、召喚の構え、豪傑召喚であります。やっぱなんかみんな声が一緒のような気がする。もう一回ちょっと黒鬼やってみるかな。
召喚の構え。豪傑召喚であります。クローンに声一緒じゃん声一緒だね。やっぱ最強の鬼ということで、やっぱ赤鬼と青鬼と比べたらやっぱ強いのかな。ランクは同じ S ランクなんですけど、黒鬼、やっぱり強いな。うん、ちょっとね比べてみよう。はい、それじゃあ赤鬼、青鬼、黒鬼、全部揃ったんで、ちょっとね単純なステータスをちょっと比べてみようかなと思います。赤鬼でしょ？今軽く若干見た感じだと、まあそんなにめちゃくちゃ黒鬼が強いっていうわけでもなさそうな気がするけどね。青鬼、オッケー。あ、まあ、正確に言うとね、ちょっとレベルがちょっと微妙に違うから、厳密な比較はちょっとできないんだけど、まず黒鬼が HP が492、力が228。あー、そんなに、そうだね、赤鬼に比べてめちゃくちゃ強いってわけでもなさそう。ただ守りがちょっと硬いかな。黒鬼の方がちょっと防御力がありそうな感じなんだけど、そんなにめちゃくちゃ強いってわけでもないな。うん、赤鬼と黒鬼はあれだね、タイプが全く一緒だ。妖術系じゃなくて攻撃系の妖怪で、で青鬼だけはね、妖術もまあ力もそこそこあるっていう感じの妖怪か。悪夢の金棒に関しては赤鬼、青鬼、黒鬼みんな一緒だね。なるほど。そうだ。一応最強の鬼は黒鬼じゃなくて、一応山吹鬼っていう話だったのかな。で、神経験値玉が結構たくさんあるんですよ。9個か。経験値玉が結構たくさんあるんで、次回の動画で、この黒鬼が今80、レベル85なんですけど、これをなるべくね、レベル99に、近づけて、山吹鬼と黒鬼どっちが強いのかっていうね、ちょっと検証してみたいなと思います。はい、ということで今回の動画はね、ここで終わりたいなと思います。